J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は英字新聞とか時事英語を活用する英語学習という話をしたいんですけれども、僕は専門学校で英語の授業を取っているときに英字新聞っていう授業があったんですよね。面白いですね。クラス名が英字新聞、英字新聞っていうので、でその新聞記事を配って読む、だテキストも一冊あって、でそれはなんか英字新聞でよく使われる表現を学んでいくっていうものなんですけど、でそこで学んだ単語がallegedly っていうのがあるんですね。allegedly、はい、allegedly、これ結構事件系の記事にはもうほぼ入ってる感じなんですけども、これ何かっていうと、はい、伝えられるところではとか、そう言われているところではとかっていう感じで、まだ真実かどうか事実かどうかわからないことに対して使うんですね。うん、リーで終わっているので副詞、まあ副詞ですね。はい。なので、まあ、形容詞だったら alleged っていう形容詞もあるんですけども、ただまだ確定してない、事実かどうか確定していないけど、報道しているとか伝えているところに使うんですね。なるほど。うん、で、まあちょっと前ですけどね、4月の頭ぐらいですかね、はい、大谷選手の元、通訳をされてた、はい、水原一平さんの件で、詐欺ですね、フロードとか、あと、まあ、フロードはそういう詐欺事件だったら出てくるんですけども、僕初めて見た単語でアフィデイビッドっていう単語があって、アフィデイビッド、アフィデイビッドって何かなと思ったら、宣誓供述書っていうのが書かれていて、でその、まあ、水原さんのあの事件に対しての宣誓供述書、はい、弁護士が書いたものだと思うんですけど、もうそれ37ページあるんですけど、全部読んで、ね、本当何があったのかなっていうのは、やっぱりいろんな情報がとか、やっぱりもう大谷は知ってたんじゃないかとか、水原はみたいな、はい、そういうなんか意見がいっぱい、なんか日本の SNS とか見ててもそうなので。実際どうなんだ、その法的な文書だったら嘘書いてないので、はい、見れるんですね、まあ、見れますよ、法的文書、はい、それ見てなんというかこう、まあ、よく事実は小説よりきなりとかって言ったりしますけど、ね、まさにそんな感じですね。へえ、そうでしたか、はい、で大谷選手を、Victim A っていうふうに書かれていて、あ、まあ、被害者 A さんですよね。なるほど、はい。あとはまあその中で見てた falsely、これ偽ってとか、あとは、はい、alias っていうあの偽名ですよね。でその振り込む時の偽名が J-mean っていうですね、あの J を使ってたっていうのでちょっと微妙な気持ちになりましたけども、はい、やっぱりそういうの、まあ、何回もこう出てきたりとか、まあそういう、それは英字新聞ではないですけども、でも時事英語ですからね、はい、そうですね、まさにザ・時事英語ですね、はい、ですね。なので、そういうのを通して、で時事英語の場合、まあ、英字新聞もそうですけども、一つの事柄に対してやっぱりこう毎日報道されているものってあるので、毎日触れていけば昨日学んだものが今日も出てくるの で、 そうです、ね、明日も出てくるので、身につけやすいんですよね。確かに定着には素晴らしいタイミングで、いつも情報が入ってきますね。そうなんですよね。そうそう。で、内容にこそ意味があるので、TOEIC とかっていうのは別に TOEIC 批判ではなくて、TOEIC、はい、内容自体にはあんまり意味ないですよね。理解できるかどうかっていうのは測るものなので、全然内容に意味がなくてもいいんですけど、そのリアルじゃなくていいんですけど、でも英字新聞っていうのはリアルですからね。そうですね。リアルばかり。ですよね。で話がこうどんどん展開していくので、はい、話を追うっていう練習にもなりますし、でもじっくり読むものではないので、だからそういうのを読みながら話、興味のある記事をこう毎日読んでいくとか、あとこう、さらに発展させるなら、例えば一つのニュースに
対してこう意見を持ち寄るとかでもいいと思うんですね、うん、確かにそれはすごいいいですね、うん、はい、一つなんか共通の指定された記事があって、うん、それを読んでそれぞれの意見を持ち寄ってそこでディスカッションをするとか、そうですね、あと意見が自分の意見っていうのが難しかった場合、さっきの J さんのようになんか供述書を調べて、あの情報をリサーチして、この情報が正しいっていうのをお互いに持ち寄ってみるとか、まあそういうのもありですよね、うん、はい、なんかマスコミや SNS で流れているものだけじゃなく、自分たちでその実際はどうなのかを調べてみるっていう、その行動自体もなんか面白そうですよね、うん、そうですね、うん、で僕もこれ英字新聞の話しようかなって思った時にふと思い出したのが、はい、うん、いつ頃だったかな、会社員を辞めてちょっとぐらいだと思うんですけど、はい、なんか当時は SNS もそんなに普及していなくて、あれどうやって連絡取ったんだろう、ちょっとそこも覚えてないんですけど、はい、なんか地元が近い方となんか公園で集まって、で一つの記事に対して、はい、なんかこれはこういう文法だとかこういう構文だみたいな、なんかそういうなんていうのかな、解読を、はい、する勉強会がありましたね。1回だけですけどやりました、ね、2回ぐらいやったのかな、あ J さん主催で、いやそのもう一人の方主催で、じゃあ声をかけていただいて、こういうのあるけど、そうですね、あれはなんかどうやって声かかったのかちょっと全く覚えてないんですけど、うん、ブログ経由だったのかな、あなるほど、そうですね、なんか、そうなの、勉強会みたいなの行きました、ね、あ面白いですね、うん、そうですね、なんかそういうのをこう学習した仲間で集まってやるとか、はい、あとはその英字新聞の記事に対して自分で意見を書いてみるとかですね、でその意見を書いてみて、それを例えばチャット GPT に添削してもらうとか、いいですね、はい、で英会話レッスンとか受けてる方は、まあ、先生にチェックしてもらうとか、でそこでディスカッションしたりとかっていうのは、うん、なんかすごく力になりますよね、いや本当に一番の力になる感じがしますね、うん、すぐに使えるという意味でも時事ネタなので、うん、そうですね、で、はい、なんかそれ、そうそう、新聞じゃなくてこうニュースを見るとかでも、うん、当然あの新聞に載ってるのと、まあ、ニューステレビとかで出てくるのっていうのは、はい、そんなに大きく違わないので、うんうん、特に大きなニュースであれば両方取り上げますから、ね、そうですね、うん、あとなんか国ごとにそのピックアップの仕方がちょっと違ったりするので、今だとオンラインで各国のこうメディアのニュースとかを見れるので、うん、なんか国ごとに同じニュース、例えば先ほどだったら大谷選手のそのニュースをこうこの国はどうやって上げてるんだろうとか、そういう比較してみても面白いのかなって思いましたね、まあ、そうですね、例えば UAE では多分、うん、野球そんな有名じゃないと思うので、うんうんうん、もしかしたらそういうニュースも全然載ってないかもしれないですね、そうですね、ほんのちょっとだったりか全くないかもしれませんしね、うん、確かにそうやって調べるのもなんか面白いかもしれないですね、うん、その国で今、はい、トップニュースは何だろうとか、そうですね、うん、はい、そのあとはそのなんか記事を基準に感想を書くとかで、感想を書いてライティングの力を伸ばすでもいいですし、うん、記事を基準としてなんか意見を伝える力を磨くっていうこともできますし、うん、なんかもう未開用にもこう使えるっていうのが英字新聞とか時事英語のなんか良さなんですよね、うん、いや本当にそうですね、なんか今のでふと思い出したのが、大学生の生徒さんですとかだと結構昔は VOA Voice of America というのを紹介していて、それはまさに時事ネタを、英語学習者向けにちょっと編集してくれているサイトなんですよね、うん、なので音声もついているし、音を早めたり、ゆっくりにしたり、あとスクリプトもついてくるので、さらには今チャット GPT もあるので、 Voice of America は確かそうですね、日本語訳まではさすがにないんですけど、まあ、その記事をチャット GPT に訳してもらえば日本語も入手できるので、こう自己学習としても本当にこうニュース時事ネタっていうのはすごい汎用性高いですよね、そうですね、そうそう、それでコピーしてあのチャット GPT に、まあ、訳してもらうっていう使い方もできますし、うん、なんか大量でちょっと量が多すぎて読みたいんだけど時間ないなっていう時は、例えば要約してもらうとかっていうこともできるので、 あとは読みたいんだけど単語難しすぎて分かんないっていう場合は、うん、シンプルな英語で書いてくださいって言えばシンプルにしてくれるので、うん、確かにチャット GPT すごいですよね、確かに今まで悩んでいた部分をすごい一瞬で解決してくれますね、そうですね、なんかこういう風だったらいいなっていう、うん、例えばもっと簡単だったらいいなとか、もっと短かったらいいなとか、うんうん、長くは
ちょっとならないと思いますけどね、うんうん、長くしようとするとリアルじゃないことが入っちゃったりするので、、うん、そうですね。あ、でもなんか今の聞いていて思ったのが、こうだったらいいんだけどなというのが、こうドラえもんのあれみたいだなと思って、うん、なのでこういうのあったらいいなみたいに思ったら、ひとまずチャット GPT でそれトライしてみるっていうのいいかもしれませんね。そうですね、うん、本当になんか賛成の側から感想を書いてくださいとか、反対の側から感想を書いてくださいとか、うん、確かに。そしたら一人でもうディベートの練習までできちゃう、できますし、あとはこれの記事に対して質問を10個書いてくださいって言えば、うんうん、それになんか質問バーッと出てくるので、この中でいい質問があったとしたらそれに対して答えるとか。そうですね、うん、で自分で答えたのをさらに添削してもらったり、もしくはその会話をそのまま発展していったりっていうのもできますもんね。そう、そうなんですよね。で本当仲間同士で、うん、そのまあ、ネイティブがいなかったとしても、うん、チャット GPT がネイティブチェックしてくれるの で、ね、うん、書いたものをとか発言したものを使って、ね、あのチャット GPT に判断してもらうとかですね。そうですね、うん、でそのまま音声の方にチャット GPT 切り替えて、うん、あの自分と対話練習でそのままディスカッション続けるっていうこともできますもんね。そうですね。それこそもう AI っていくのであれば、うん、録音したものをそのまま音声入力して、今の AI での音声入力みたいなのも結構正確ですからね、はい、それを英語で入力してそれをチェックしてもらって、うん、こういう風にした方がいいとか、ここはもうちょっと深めた方がいいとかっていうアドバイスもしてくれるので、うん、確かにすごいですね。なんかもう本当にやろうとしたらどんなことでもできる状態だなっていう、確かに、いうのは感じますね、うん、なのでなんかどんなことをしたいのか、まずそこに気づく、自分の中のそこに気づくことが、あの大事なステップワンな感じがしましたね。そうですね、うん、そうですね、こういうことできたらいいなとかっていうのは、うんうん、そうですね、こういうことできたらいいなをなんか常にちゃんとそこで終わらせないで、もう一個踏み込んでちょっとチャット GPT に聞いてみる、うんうん、でしただけでいろいろ広がりそうですね、まあ、そうですね、うん、まあ、それはまあ今回は英字新聞とか時事英語っていうテーマでやってますけども、はい、まあ、そうじゃなくても全く問題ないので、うん、はい、そうですね、それはなんかこうニーズに合わせてとか興味に合わせて取り入れていくっていうのは、はい、うん、結構おすすめですし、うん、楽しみながら英語力伸ばせるっていうのはすごくいいと思うんですよね、うん、そうですね、うん、楽しみながら本当に大事ですよね、うん、特にこれ書くとか話すってなったらスキルなので、はい、スキルって苦しんで伸ばすこともまあできないことはないですけど、うん、苦しんでる場合はあんまり時間かけたくないですし、そうですね、早く抜け出したいなって思うと思うので、そうで早く抜け出したいと思うと早く忘れちゃうんですよね、まあ、そうですよね、はい、うん、なんでやっぱり楽しいことって、たとえ一回でもなんかすごい記憶に鮮明に残ってたりってしますよね。うんうん。うん、なんで本当そうですね。楽しくやるためにそこを深めてみるっていうのいいかもしれませんね。そうですね。うん、ぜひ、あ、それだったらこういうことをやってみたいなというのがあれば、うん、あのチャット GPT もちろん使っても使わなくてもいいと思うんですけども、うん、はい、何かを考えてでスタートしてみてはいかがでしょうか。Useful expressions. 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。J さん、今回の名言は何でしょうか？はい、今回はアダム・スミスの言葉です。The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations.The real tragedy of the poor is the poverty of their aspirations. 貧しい人たちの本当の悲劇は願望の欠乏である。まあ、願い事がないっていうのが貧しい人たちの本当の悲劇というところで、まあ、逆を考えればこれ願望を持てるっていうのは結構こう余裕がある。これはまあ、お金的な余裕もそうかもしれないですけども、こう精神的な余裕もないと願望って持てないのかなってちょっと思ったりはしますよね、うん、あとどんな願望であれやっぱりたとえすごくちっちゃいものであれそれがあるとやっぱり未来にちょっと光を見出せるというかそんな気がするんですよね、うんうんうん、なので今が例えば辛いとかって思ってたとしてもなんか願望を見出せれば確かになんか光が見えてくる気がしますよね、うん、願望がないとその場にただ
行き止まっちゃうっていう感じがしますかね。あともう何していいか分かんないっていうふうになりますからね、うん、そうですよね、うん、そうなんかこう願望こうなりたいとか、うん、もう目標でもいいと思うんですけども、うん、これを達成したいってこう思った瞬間に、まあ、みどりさん今光っていうふうにおっしゃいましたけども、僕なんかこう余白みたいなものがあ、なるほど、うん、なんかじゃあそのためにどうしたらいいのかなってい う, こうなんか一瞬考えられるこうスペースが出来上がるので、うんうん、そこってなんか何でも入れられるじゃないですか。そうですね、うんうんうん、新しい行動かもしれないですし、うん、思考かもしれないですし、うん、だからなんかこうアスピレーションス、まあ、願望、目標、うん、憧れ何でもいいと思うんですけども、うん、まあ、ポジティブな何かを持つことによって、うん、まあ、スペースだったり光だったりっていうのが現れて、うん、じゃあどうしようかなっていうふうに、まあ、第一歩、うん、踏み出すきっかけになるので、うん、確かにこういうのはありかなと思いますね。で、まあこれは poor っていうのが何をもって poor、 貧しい人なのかわからないですけれども、例えば、まあ、英語学習に言い換えるともうどうしても最近伸びなくなってきたとか、うん、ですね、いうふうに壁にぶち当たってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そこでまあもうこれ以上無理かなってなったら、まあ、願望がなくなってる状態なので、うん、そういった意味では、まあ、英語学習におけるザ・プアというふうに言えるかもしれないですよね、うん、確かにそうですね、うん、なのでその時はやっぱり対策としては新しい英語の願望を持つっていう感じですかね。まあそうですね、あと、まあ、壁にぶち当たってるっていうことは一応伸びるところまで伸びてきたっていうことだと思うので、うん、そうですね、次どうしますかっていうところですよね、うんうんうん、もしかしたらできるようになりたい部分までは来てるのかもしれませんし、うん、で来て来る前にぶつかってるとしたらちょっと回り道しなきゃいけないところに差し掛かってるのかもしれないですね、うん、前にでかい山があって、はい、トンネルはないと、うん、登るしかない、うん、でも登るのは大変、道具もないんだってなると回っていくしかないので、うん、はい、じゃあ回るっていう選択肢はないのかとか、うんうん、でその山の向こう側には行きたいんだけど山を越えるだけしか行く道ないのかとか、うん、もしかしたらなんか違うことでもいいかもしれませんし、うん、そこから迂回っていう回り方もありますし、ちょっと全然違うところに行ってからまた戻ってくるっていう生き方もあると思うので、うん、そうですね、うん、なんかそういうので考えて、あ、だったらこうしてみようかなっていうなんか願望とかですね、うん、いうのが出てきたら、うん、やっぱりこうスペースが出来上がって、確かに、あ、だったらこれしてみるのがいいのかなっていうので、うんうん、また新しい視点とかですね、うんうん、出てくる可能性もあるので、まあ、ちょっとこう余裕を持つためにもアスピレーションス、まあ、願望ですね、というのをとか目標っていうのを考えてみるのも一つかなと思います。で、僕もまあ壁にぶち当たった時は、まあ、もちろん諦めたくなることもあるんですけども、うん、どうしても諦めきれないことってやっぱりあると思うんですね、うん、絶対達成したいって。そうですね、うん、その時は結構僕は本読んだり人の話聞いたりとか、うん、なるほど、うん、情報をインプット、そうですね、自分で考えても、うん、もう何も出てこないので、あ、確かに壁しか出てこないので、うんうんうん、自分の中から出てこなくなったら何かをインプットしてみる。そうですね、インプットして、あ、うん、そっか、そういうことかみたいなので、うんうんうん、あ、それだったらいけるかもしれないなっていう、なんか、うん、そういう光をもう他から持ってきて、なるほど、っていうのはちょこちょこしてる気がしますね、うんうん、あ、なるほど、それも参考になりますね。はい、第218回をお送りしました。Jさん、はい、最近長崎に行かれたんですね。あ、そうですね、あの5月の後半ですね、長崎に行ってきました。で、はい、まあ、なんで長崎かというと、ちょっとあの出島、うん、はい、前にも一回行ったことあるんですけど、はい、ちょっともう一回出島見てみたいなと思って、で、あの出島に行こうと、まあ、それだけをまず決めて長崎にしたんですけど、はい、で、ただその決めた後にあの映画の、オッペンハイマー、あー、はい、話題作ですね、はい、ですね、原爆を作った人の話ですけども、はい、オッペンハイマーを見て、あ、そうか、長崎原爆だなっていうので、まあ、原爆資料館とかあとは平和公園は行ったことがなかったので、はい、ちょっとそっちも行ってみたいなっていうところですね、うん、だからこう目的、もともとの目的は出島だったんですけど、はい、
ちょっと原爆資料館とかも見に行ってみようということで、うん、まあ、長崎ついてまず行ったのが原爆資料館とか平和公園。ああそうでしたか。うんですね、いい場所に行かれましたね。そうですね、まあ、あの広島の平和記念公園とか記念館は行ったことあるんですけど、はい、長崎は初めてだったので、でまあ、実際にこう原爆の模型とかも展示されていたりとか、はい、あとはまあ広島もそうでしたけど、こう、まあ、熱風で、変形した瓶とかですね、そうですね、あと実際の写真とかっていうのは、はい、やっぱこういうのっていうのはこう伝えていかなきゃいけないんだろうなっていうのはすごく感じましたね。で、まあ、実際にあの語り部さんとかもう、まあ、記念館の人が言ってましたけど、やっぱりまあ年齢がこう上がってきて、で亡くなる方 も増えているっていうことで、まあ、誰かが伝えなきゃいけないんだろうなっていうのは、それはまあ日本だけではなくて、やっぱりまあ被爆国は2発もですね、原爆を落とされたのは日本だけですからね、はい、だからそういうのはまあ全世界に、そのいい悪いとかではなくて、うん、あの実際こういうことがあったっていうその歴史的なことは、まあ、なるべく多くの言語で伝えていかなきゃいけないんだろうなっていうのはすごく感じましたね。そうですね、特に世代を超えてこのような、うん、今のような時代だからこそ、うん、その必要性をすごく感じさせられますよね。そうですね、うん、あと、まあ、資料館の近くにその爆心地もその近くにあるんですけど、はい、でそこからこう上空を見て、まあ、実際にこう爆発したのが上空500メートルぐらいですかね、うん、あの辺かなと思いながらこう見て、まあ、当時のことをこう、まあ、どういう状況かっていうのは全くわからないですけど、はい、ちょっと妄想してみたりとかっていう、うん、時間がこう貴重な時間でした。やっぱり修学旅行生多かったですね、うん、あそうですね、はい、私も広島でしたね、の原爆資料館を見に行き、原爆ドームのすぐ横のホテルに泊まったのをすごくやはり記憶に残っています。修学旅行でなので訪れる先として広島長崎は大事だなって思いますね。やっぱり忘れられない記憶、うん、ですよね、はい、もうなんか小学生と一緒に行動してないですけど、まあ、あんまりこう邪魔ならない写真に写らない、はい、そうです。僕は黄色い帽子はかぶってなかったですけども。そうでしたか、うん、で その後、まあ、あの出島に行って、はい、であと長崎といえば、あそうだ亀山車中もあるなと思って、坂本龍馬が作って、はい、まあ、あの日本で初めての株式会社と言われているところです、ね、はい、気になります。記念館行って、うん、で意外とちっちゃくて、ああそうですか、はい、まあ、よかったですけどね、うん、はい、まあ、中に資料ですとかいろいろあるんですか。ありましたね、うん、はい、であとはどこ行ったっけな、まあ、長崎といえばやっぱ隠れキリシタンも、ああそうですね、もう、はい、うん、まあ、あるので、そのなんていうのかな、資料館みたいなところに行って、はい、とかですね。で僕はあの高校生の時の読書感想文で、あの遠藤周作が書いた沈黙、それは隠れキリシタンの話なんですけど、はい、なんか高校生でというのがすごいですね。なんかよく分からずに選んだっていうのがあるんですけど、うん、でそれなんかそれ読んでからずっとこうなんか頭には残っていて、はい、うん、そう長崎だなと思って、あそうですね、うん、だからなんか一泊二日なんですけど、ちょっと時代がかなりこの本当ですね、はい、歴史を旅しているような、なんか歴史を旅して、うん、まあ、頭いっぱいいっぱいっていう感じで帰ってきましたけど、まあでもいい旅でしたね。そうですね、はい、意義深い旅ですね、うん、そうですね、また長崎行きたいなっていうのは、いいですね、うん、はい、長崎駅周辺で終わったので、うん、あの佐世保とか、はい、もう行ってみたいなというふうに思いますけどね。いいですね、佐世保バーガー、佐世保バーガー、そうですね、はい、僕はあんまり佐世保バーガーにはこうあんま惹かれないですけども。そうでしたか。私は食べ物ばかり考えてしまいます、はい、はい、ありがとうございました。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん、今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。 Alright, thank you for listening. See you next week.